5インチクワット、どんな機種を飛ばしてますか？トップフリースタイラーのミスタースティールが使っているエーペックスキット、今日はこれを紹介したいと思います。Everything is yours, top notch. I can make it to the finish line, completely effortless. I can see you in the seaside, straight back like a bright one. Let me know what you're thinking of when your eyes are closed. I need to find out what's hiding underneath, 'cause I got some questions that you got the answer to. Holes in your wall, so I know something's going on. So hear me say, your influence, my power, baby. Only a matter of time before you're mine. です。すっかり秋めいてきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は相変わらず FPV のことばっかり考えています。最近は雨が多くてなかなか飛ばせないので、今日はボロボロになったこのエピックスクワットを、メンテしていきたいと思います。またこのメンテの時間が楽しいんですよね。ということで、クワットメンテしながらミスタースティールのエーペックスキット、どんなクワットなのか紹介していきたいと思います。これから5インチのクワットを新調される方は参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。エーペックスのクワットをアーマタン、マーモットと比較した場合、スピード、パワー、トルクといったスペック面、性能といった面ではどっちのクワットも本当に申し分なくて、ここを見ると2つ大差はないんじゃないかなと感じています。しかしながらフライトのテイストっていうんでしょうか、飛び味に関しては明確な違いを感じました。これはおそらく、ハード面の違い、例えばフレームの形状とか、モーターが違うとか、そういったものに起因しているのではなく、フライトコントローラーが違うからなんじゃないかなと感じています。APEX の方が KISS というフライトコントローラーで、アーマタンの方がベータフライトというコントローラーです。フライトコントローラーが違うので PID とかレイツ、あとはスティックのエンドポイントとか、さまざまな部分で設定が異なってくるんですね。この設定がやっぱりフライトのテイストに大きく影響するので、飛び味の違いはそんな部分が大きいんじゃないかなと思っています。あとは、耐久性とか、使い勝手の部分でも、違いを感じましたので、いくつかポイントを絞って違いを比較してこのエーペックスの特徴を紹介していきたいなと思います。特徴その1はフレーム構造です。まずエーペックスの方からフレームを見ていきましょう。こういう感じで、アーム部分とこの真ん中の中央のプレート部分が組み合わさってつなげられて一つの、フレームになっています。それに対してアーマタン、マーモットの方は、一枚板で全部もうつながっているフレームになっています。これが、大きな違いです。でこの違いによってどんな差が出るかっていうと、クラッシュした時のダメージの出方に大きな差が出ています。だいたいクラッシュする時ってアームがぶつかるんですけれども、エペックスの場合はアームがぶつかるとこのつなぎ目の部分の、ネジ、ハードウェアが損傷するっていう、現象が起きています。ここクラッシュして、この本当はこのネジの頭がここについてるんですけども、それが折れてこう飛んでいってしまっているっていう状況です。ここのアームに関しては、これネジ新しいものに変えたんですけれども、同じようにネジがもうなくなってしまいました。折れて、でアームの表面も少しこう割れが出ていて、アームの先端もこういう感じでちょっと傷がついてるんですけれども、アーム自体の傷はやっぱり浅いですね。それに対してアーマタン、マーモットの方は、このアームの厚みもエーペックスと比べるとちょっと薄いんですが、さらにこの一枚板で、構成されているアームですので、そのダメージをですね、受け流すというようなことができないので、ぶつかった部分が局所的にひどいダメージ、
を受けます。こういう感じでアームの先端がもうボロボロになっていて、ネジ穴もちょっとやばい感じになっちゃってますね。という感じの、まあ、ダメージの現れ方の差が出ているので、まあ、この差を見ると APEX のフレーム構造っていうのが致命的なダメージを受けづらい特徴があるということがわかると思います。特徴その2、モーターです。アーマタンのモーターと、EGX のこのモータースペック的には2つとも同じで、フライトの際も大きな、違いはないんですが、頑丈さというか強さの面と使い勝手の面で大きな違いがあったので紹介したいと思います。この頑丈さっていうのは、クラッシュした時の、まあ、耐久性というか、強さですね。この EGX のモーターの方はクラッシュして3回、モーターベルが歪んでこのモーターが回らなくなりました。アーマタのこのクワットの方が多分クラッシュ回数多くて、モーターにもかなりの傷ついてるんで、まあ打ちどころの問題もあると思うんですけれども、ベルが歪んでもいいような状況はあったかと思うんですけれども、アーマタのモーターは1回もベルが歪むということはないです。これなんでなんだろうと思ってモーター自体をこう見比べてみたらですね、その理由が、少し分かりました。アーマタンのモーターはこのベルの厚みが EGX のモーターに比べると結構厚いんですね。 厚みがあってしっかりしてます。あとはこのモーターの形状が大きく違うんですけれども、アーマタンのモーターはなんて言うんでしょう、こう外に向かって丸みを帯びてるんですね。こういう感じで、これってこっちからの衝撃にこれきっと強いと思うんですよね。それに比べて EGX のモーターは、モーターベルが薄い上にこういう直線的な、形状になっているので、まあ、こっちからぶつかった時に歪みやすいんじゃないかなと思います。それと、アーマタンのモーターベルにはこのスポークと呼べばいいんでしょうか、この部分ですね、これが10本あるのに対して EGX のモーターは6本ですね。これも、モーターベルの耐久性に大きく影響していると思います。あとは、モーターベルの下にあるこのアームとこう接続するネジ穴のプレートっていうんでしょうか、ここの部分も、アーマタンのモーターと比べるとちょっと薄くて、クラッシュ時にこの部分も歪みました。今アームと比べて平行になってなくてちょっと斜めになっちゃってるの分かると思うんですけれども、これ今歪んじゃってる状態です。なので、まあ、全体的にモーターの作りが少しアーマタンのモーターに比べると、まあ、クラッシュ時の耐久性っていう面では少し弱いんじゃないかなと思っています。でもう一つ、使い勝手の部分なんですが、 EGX の方はモーターベルの下にこういうカバーを つけてるんですね。これ付属してるんですけれども、これのおかげでモーターベルの中に砂が全然入らないです。一回も入ったことないです。それに比べるとアーマタンはもう何回も砂が入って、クラッシュするたびに砂が入っちゃって何度もこのモーターベルを外して中を掃除したっていう経験があるんですけれども、 EGX はそれが1回もありません。あと EGX の方は多分モーターのそのベルのクラッシュ時の耐久性強さっていうのをおそらく認識しているようで、モーターベルを保護するバージョンのこのカバーっていうのもあるんですね。僕みたいな経験が浅いパイロットはこっちのカバーを使うべきだったんですけれども、ミスタースティールに習ってこっちのカバーを使ってしまったので、まあ、クラッシュした時にモーターベルへのダメージが大きかったんだなと思います。まあ、今回のメンテでこのカバーに変えようと思ってます。あとはこの APEX のフレームにアーマタンのモーター乗せるのもいいんじゃないかなっていうのは思ったりしていろいろ考えているところです。特徴その3、 PDB です。 PDB はパワーディストリビューションボードと呼ばれる電子基板です。 APEX のキットはこの PDB を2枚使っています。一つがフレーム前方、このカメラの真後ろにここに配置されている PDB です。もう一つが、フレームの後方にこういう感じで、これですね、こういう感じでついてる PDB です。で、1枚目の PDB から説明すると、これがフライトコントローラーから配線されて、この PDB から
FPV カメラ、そして VTX に配線がされています。 PPV って日本語にすると、電力配分盤みたいな役になるんですけれども、こういう電子機器に正しく電力電圧を配分するための基板です。これなんで使ってるかっていうと、カメラって、電力とか電圧に敏感で、適切に送らないとノイズが入ったりします。なのでその電力電圧を、適切に制御するための基板として使われているっていうことと、あとはこの PDB は OSD も兼ねていて、インパルス RC のロゴマークが、ゴーグルに映る映像に、映ったりします。それとこの PDB はマイクもついてると思うんですよね。でそのマイクで、クワッドのこのプロップスの音を拾って映像とともにゴーグルに送信します。これでパイロットは、プロップスの、音を聞きながら操縦できるので、フリースタイルってプロップスの音を聞きながら操縦するのは非常に重要なんですね。なので欠かせない機能だと思っています。でもう一個の PDB は後ろについてるんですけども、 LED ランプがついてるだけで、バッテリーをつなぐとそのランプがピカピカ光るっていう挙動になっています。おそらく電力電圧の配分というか調節もきっとやってるんだと思うんですけれども、そういった感じで2枚の PTP が使われています。で、非常に重要な役割を持っているこの PDB なんですけれども、デメリットというか、リスクも1個ありまして、電子基板が増えるので、その分故障するポイントもリスクも増えます。僕の場合はこの前方の PDB が1回濡れてしまって、多分そのせいでだと思うんですけども、 FPV カメラが完全に壊れました。おそらく濡れたことによって、適切に、電力電圧のこの配分というか供給ができなくなって、 FPV カメラに負担をかけてそれで壊れちゃったんじゃないかなっていうふうに思っています。それを教訓に FC とか ESC とかこういう PDB とか電子基板は全て防水コーティングを行ってリスクを軽減しています。という感じで APEX の、キットには2枚の PDB があって、重要な役割を果たしているっていう特徴があります。ちなみにアーマーさんのマーモットはこういう PDB はなく、音声プロップスの音を送信するっていうこともできないものになってますので、この機能は非常に重要なんじゃないかなと思っています。特徴その4、重量です。アーマタン、マーモットと比べると結構な差があったので紹介したいと思います。まずエペックスのキットから重量測定してみましょう。 347g。 プロップスとかは、あとバッテリーストラップとかも、外した状態の測定なんですけど 347g ですね。これに対して、アーマタンマーモットの方同じ条件で測ると335、 12g も違います。これは結構大きい差だと思っています。モータースペックが一緒なので、この 12g の差っていうのは結構フライトのテイストに影響していると僕は個人的に思っています。やっぱりフリースタイルって軽い方がいい動きができるので、この 12g 重いっていうのはって感じですね。特徴その5、アイドルアップです。これは設定の話なので、特徴を話すっていうことから若干逸れちゃうんですけれども、ミスタースティールとアイドルアップっていうのが結構密接に関わりがある話なので、この機会にアイドルアップについて紹介させていただきたいと思います。実はこの動画で一番話したかった内容でもあります。で僕は、キスが乗ってるこの APEX の方はアイドルアップで、ベータフライトが乗ってるこっちのクワッド、アーマターの方はエアーモードで飛ばして、アイドルアップとエアーモードの、フライトのテイストの差っていうのを感じています。で実は、キスもベータフライトも両方ともアイドルアップの設定もエアーモードの設定も可能です。ちなみに以前僕が過去動画で紹介しているベータフライトのアイドルアップ設定方法は結構、抜けが多いというか情報が足りてなくて間違っているので、すいません、謝罪します。で今からお伝えする内容が正しいアイドルアップ
ップの、理解と設定方法になりますので、何卒ご了承ください。もし間違ってたらご指摘いただけるとありがたいです。で、分かりやすく整理して理解していくために、まずはエアーモードとは何か、これを改めて確認します。エアーモードとは一言で言うと、スロトルを切った状態で、機体の挙動を制御するための仕組みです。通常エアーモードじゃない場合は、スロットルを切るとこのモーターの回転が完全に止まって、モーターの回転が止まるとフリップの動きもロールの動きも揚の動きもできなくなって、機体の制御っていうのができなくなります。で、この機体の制御、スロットルを切った状態でも機体の制御をするために、作られた仕組みがエアーモードです。具体的にエアーモードがどういう機能かっていうと、単純でスロットルを切った状態でもモーターの回転を止めずに回し続ける、これがエアーモードの機能です。モーターが回っていれば、機体っていうのは、フリップロール用その制御っていうのができるようになるので、スロットルを切った状態でも、クワットの制御ができるようになります。それに対してアイドルアップはじゃあ何なのかっていうと、全く同じで、そのエアーモードっていう仕組みが作られる前に、今の話を実現するために使われていた手法です。スロットルを切った状態でもモーターの回転を止めずに、機体の制御をする手法です。じゃあアイドルアップとエアーモードの違いは何なのかっていう話になってくるんですけれども、違いの内容としては簡単で、スロットルを切ってモーターが回る状態、その状態の時に PID の制御がどこまで入ってるかっていうところに違いがあります。アイドルアップの方は PID の I の制御がないです。 I っていうのがインテグラルって呼ばれている、機体のっていうかフライトのログ情報を蓄積して、その情報をもとに機体の自動制御というか適切な、制御を行うための仕組みです。そのインテグラルっていう I の機能の部分がアイドルアップの場合はないです。それに対してエアーモードの場合は、スロットルを切ってモーターが回転しているその状態でも PID の P と I と D の機能が全て有効になっています。これがアイドルアップとエアーモードの単純な違いです。この話を理解した上でアイドルアップの設定方法を見ていくと、よりアイドルアップとは何なのかっていう理解が深まると思います。